それではですね、次のセッションに、移りたいと思います。深谷翔さんによりますザ・アイオの曲です。よろしくお願いします。はい、では趣味から育てたウェブサービスで生きていくっていう発表をしたいと思います。よろしくお願いします。まずはじめにちょっとだけ自己紹介したいと思います。深谷っていう、まあ、ハンドルネームで Twitter とか GitHub とか、まあ、このアイコンでやってます。僕は SI LLC という会社で、エンジニアをやってます。コーファウンダーでもあります。またですね、初やっぷしで、あとこんなにでかい会場で発表するのは初めてなんで、すごく緊張してます。まあ、噛んだりとかするかもしれませんが、生温かく見てもらえると嬉しいです。はい、スライドのタイトルにもあります SIO についてちょっと説明したいと思います。 SIO は、情報を育てるっていう視点で作られたチームのためのドキュメント共有サービスです。マークダウンによるドキュメント共有ができるっていうことが、まあ、一つの大きな特徴で、現在約800チームぐらいの皆さんに使ってもらってます。2ヶ月間ちょっとぐらいの無料トライアルがあって、その後は、1人1ヶ月500円っていう料金プランになっています。次に僕が所属している SI LLC っていう会社について、SI.io を開発するために作られた会社で、社員数は、2人です。僕と、デザイナーのケンシロウさんという方がいて、今最前列にいますけど、はい、2人でやってます。去年の11月にできました。今更なんですけど、この発表はこんな人におすすめということで、趣味のように楽しくプロダクトを作って生活していきたい人、それからまあ僕だったりとかデザイナーの中塚の考え方に興味がある人、あとはですね、このサービス鳥がモチーフになっているんで鳥が好きな人にもおすすめです。はい、まあ、冗談ですけど、はい、ありがとうございます。そうですね、僕が餌を始める前に何してたかみたいなことを話したいと思います。僕5年間で3回ぐらい、まあ、転職してまして、その間にいろいろやってました。最初は Android アプリ作り始める仕事から始まって、 iOS アプリもちょっとだけやったりとか、それからクライアントサイドの方から今度はサーバーサイドで API 作ったりとかもしてました。まあ、その過程で Java だったり Node とか PHPRuby、パールはちょっとだけ触ったぐらいで、すいませんって感じです。以降パールの話は出てこないですあとは B2C のサービスであったりとか B2B のサービスであったりとか両方経験してて、そんなにまあ多くはないんですけど少なくもないかなっていう感じのことを思っています。あとですね、趣味でもそれなりにいろいろ作ってきたなと思ってて、まあ、これも多いわけではないんですけど、 Android アプリとか、まあ、RubyGems とか、あと Chrome エクステンションとか Chrome Apps も特にここ2年ぐらいでたくさん作ってて、この括弧内の数字はどれぐらい作ったかなんですけど、この間 Twitter で RubyGems 100個ぐらい作ってるみたいな人を見かけたんで、まあ、全然だなみたいなことを考えたりしました。まあ、作ってるものの中でちょっと代表作一つだけ発表したいと思うんですけど、LTTM っていう Chrome 拡張があって、GitHub のプルリクエストのコメントとかに皆さん Looks Good to Me 画像とかよく言えると思うんですけど、まあ、そういうのを、やりやすくする Chrome 拡張ですね。ビックリマーク L とかってやると画像がいくつか選択できて、簡単に選択挿入できるっていう、まあ、そういう、便利拡張です。地獄の三沢とか今出てる寿司雪とかにも対応してるんで、ぜひ使ってみてください。はい、でここまでのまとめみたいなもんなんですけど、いろいろ試すのはすごい大事だなっていうことを思っています。まあ、いろいろやるとですね、大抵失敗するんですけど、なんか10個に1個ぐらいはうまくいくものがあって、そこからいろいろ広がってきます。まあ、いろんな人に会ったりとかをします。でまあ、失敗したとしてもなんかいろいろ知見が得られたりとか、このやり方はダメだっていうことが分かるだけでも大きな進歩だなっていうことを思っています。あとまあ公開するっていうのがすごく大事で、まあ、今だったら GitHub とかあとはまあいろいろあるんで Log とかもあるんで、作って URL を持つところまでやるとまたなんか次のチャンスがもらえたりします。
次にですね、そんなこんなで餌を作り始めましたっていう話をします。最初のきっかけがなんか生々しい話なんですけど、似たようなドキュメント共有ツールを使っていて、そのサービスのトライアル期間切れちゃうってことがあります。よし自分で作るかってなって、週末の土日に、まあ、2日ぐらいで作って、でそれを、開発合宿に持ち込んでデザイナーさんと2人で、餌の原型を作りました。で基本的な仕組みはその開発合宿の時からあんまり変わっていません。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、開発合宿の時に作ってた餌の UI がこんな感じです。サイドバーのメニューとか、あと鳥が下の方にいるとか、まあ、今とだいぶっていうかちょっと違うところもあるんですけど、 UI の雰囲気とかはだいたいそのままかなって感じです。でですね、開発合宿が終わってからも、1ヶ月2ヶ月ぐらい、開発がすごく活発だった時期がありました。大体、去年の5月に開発合宿があったんで、その5月と6月ぐらいの時ですかね。まあ、GitHub の、コミット数のグラフなんですけど、一番左側の高い山が開発合宿で、その次の山がなんか毎日ハッカソンみたいな感じで仕事終わりとかに、作ってた時期です。で同時にドッグフーディングもしていて、PP ログっていうポエム共有サービスがあるんですけど、まあ、その人たちと一緒になんか日報を書いてました。その人たち今最前列にいるんで後で話しかけてみていいかもしれません。メンバー10人ぐらいで、そういう感じでみんなで使うことで開発のモチベーションが高くて、ずっと作ってました。でそうこうしてるとですね、知り合いの会社から使ってみたいんだけどみたいな話が来て、まあ、その時ベータリリースもまだなんで、こっちとしては大丈夫なのかなみたいなちょっと心配もあったんですけど、うまくいって、たくさんフィードバックとか、餌いい感じだよみたいなブログを書いてもらったりとかしてもらいました。でこれはひょっとすると餌を事業化できるんじゃないかみたいな希望がこの時に生まれて、最終的に餌の運営会社を作りました。これは去年の11月ぐらいの話ですね。で僕としては、別の仕事もしてて、そっちは集合で働いてたんで、餌は副業で土日とか、勤務時間後みたいな時間でやることになっています。で会社を作ったのは責任を持って真剣にサービスを運営していくみたいな、そういう意思表示の意味もありました。で会社を作って同時にオープンベータ開始という感じになっています。でオープンベータの時にちょっと反省があったんですけど、まあ、大量にチーム申請が来てしまったので、なんかサービスがダウンしてしまうのはちょっと怖くて、少しずつ申請を許可してきました。でもですね、ちょっとユーザーさんによっては2ヶ月ぐらい待たせちゃったことがあって、なんかもう餌なんて知らねえやみたいな感じで、まあ、離れちゃった人もいて、ちょっとそこは失敗だったなと思います。ヘロクの台の増やしてでも、すぐ承認すればよかったなと思ってます。それからですね、軸足を移したっていう表現を僕は使ったんですけど、今年の2月ぐらいに餌じゃない方の会社を辞めて、まあ、餌により専念できるような状況にしました。これは餌を有料使ってくれてる人が、思ったよりも増えるのが早かったからですね。会社を辞めたことによって、ユーザーさんに対してサポートをしたりとか、あとは開発の時間が多く取れるようになりました。さて本題に入ります。餌をどうやって作っていくかっていう話ですね。ですね、開発の時に一番大切にしているのは楽しく開発したいってことです。まあ皆さんも、辛い開発はしたくないと思うんですけど、自分たちのことだけを考えて楽しく開発したいって言ってるんではなくて、僕らが楽しく開発するっていうことが最終的にユーザーさんに届ける価値を最大化する、そういう信念のもとこういうふうに考えています。でですね、楽しく開発したいんですが、ちょっと気をつけなきゃいけないことがあって、楽しさとかモチベーションとかそういうものを直接コントロールすることはできないっていうことも考えています。
結果だけを求めるみたいなことが、よくあるんですけど、そうしてしまうと、なんていうんですかね、うまくいかないことが多いんですね。で、どうするか、やれることを粛々とやってくる、制御可能なものを見極めてそれを制御することに集中するっていうことを意識しています。楽しさとかモチベーションの例でいけば、それを生み出す可能性があることを粛々とやる、そういうことをですね、具体的にどういうことをやってるか、それをちょっと見ていきたいと思います。まずですね、毎日バンドルアップデートして、使っているライブラリのバージョンを上げるっていうことをやっています。これは、人で手動でやると面倒くさいんで、ボットが自動でやってくれる仕組みを、CI バンドルアップデートっていう、アプリケーションを使ってやっています。これによって、今日何の作業をしようかなとか考える前に、まずその今日出てきたプルリクエストを確認して、それをマージするかどうかみたいな、やることが決まってるんで、スムーズに開発に取り掛かれるっていう利点があります。実際こんな感じで、可愛い鳥がプルリクエストを出してくれるんで、OK っつってマージします。たまにテストこけるんで、そのままだとダメなこともあるんですけど。それからですね、次、バグフィックスタイムアタックっていう遊びをやります。ユーザーさんからたまに、ここちょっとおかしいんじゃないみたいな話が、メールとかで来るんですけど、それをできるだけ早く修正して、本番環境に反映して、直しましたって言って、10分とかでできると、よしっていう、そういう、なんか最初って強引になってますよね。そういう競技ですね。この間あった話では、英語の表現がおかしいっていうメールが来て、それを、ご飯食べてる時に受け取って、GitHub のウェブ上で直してデプロイして、ありがとうございましたって言われたんで、よしっていう、そういう感じです。それからですね、フィードバック駆動開発っていうのもよくあります。ユーザーさんから来た、フィードバックは基本的に5分以内に返すようにしていて、今日も3件ぐらい返したんですけど、1件ちょっと弁当食べてる時だったんで20分ぐらいになって、って落ち込んだんですけど、あとすぐ直せるものだったら、コード書いてすぐデプロイして、そうした方がみんな嬉しいと思うんでそうしてるんですけど、あとリリースノート駆動開発、餌のリリースノートは餌上で書いてるんですけど、すごく書きやすいんで、なんかリリースノート書きたいみたいな、そういう気持ちになるんですね。それをモチベーションにつなげて、開発していくっていうこともやってます。次、心からのドッグフーディング、心からって書いたのは、いやいやプロダクトを触るんじゃなくて、ごく自然に触るっていう意味を持たせたかったからです。今週2で他の会社をお手伝いみたいなことしてるんですけど、その会社でも餌が使われている。あとは、実家に今年いつ頃帰るみたいなやつも餌場でやってたりとかします。次、よく寝ること。睡眠本当大事だなと思ってて、寝ないと、こいつが落ちるのもそうなんですけど、機嫌悪くなったりとかして、コミュニケーション上の問題もあります。で、社員全員って書いてあるんですけど、2人しかいないんで、2人とも乗務音っていう活動量計をつけてて、睡眠のトラッキングしてます。あとはですね、決済処理とかの設計にも、睡眠のことを考えて、いて、毎日決済処理があるとちょっと夜寝つきが悪いんで、それを月1回の決済の処理にするみたいなのもしました。次、We are not hired です。今の段階ではまだ少人数でやった方がいろいろ効率が良い、機動性を重視したいと思っています。さっきのフィードバック駆動開発の時にもちょっとお話ししたんですけど、ユーザーサポートをやってる人が、そのユーザーの機能要望を受け入れるかどうかとか決められて、でその場でコードを書いて本番でデプロイできるって割と強いなと思っていて、その利点をもうちょっと生かして、
サービスを良い方向に持っていきたいなと思っています。次、ヘロクを使う。ヘロク便利ですねっていう、なんかちょっとホビを打っておこうかなと思ってまあ人数が少ないんで、インフラのことをまだあんまり考えたくないなと思ってます。まあ、アクセスが増えたら、まあ、すぐ対応できるとか、お金さえ払えば、まあ、いずれ別のプラットフォームを使うかもしれませんが、今はヘロクでやっています。これちょっと面白いと思うんですけど、開発スケジュールをあまり決めないということをしてます。モチベーションに従って開発するのが一番効率が良いと思っているので、まあ、そうしてるんですけど、例えばまあユーザーから要望が来るとき、ユーザーの要望を、サービスに反映するときも、要望が来たから対応するんじゃなくて、要望が来てそれによって僕らのモチベーションが上がって、だから対応するっていう、そういうステップを踏んでます。次、可愛みを大事にしています。可愛いは正義だと割と本気で思っていて、あと、まあ、可愛いことによってモチベーションがだいぶ上がるので、リリース前から公式グッズを作ったりして、してます。例えば僕が今日着る T シャツもそういう意味で、すごい良いと思ってます。あと、まあ、Twitter アカウントはまあ息抜きみたいなもんですけど、この鳥のキャラクターになりきってつぶやいたりとかしてますじゃあ次shop.esa.io っていうページからたどっていくと、餌の T シャツであったりとかステッカーであったりとかが購入できますので、ぜひアクセスしてみてください。あと今日ステッカーを持ってきてるので、懇親会とか廊下とかでお会いしましたら、ぜひ話していただけるとステッカードロップしますんで、よろしくお願いします。あと、そうですね、さっき言ったツイッターアカウントですけど、よく半角カタカナでつぶやいているので、よかったらフォローしてみてくださいさて、振り返りです。最初に開発状況についての振り返りなんですけど、1年半弱ぐらいやってきてこんな感じにですっていう話ですね。週 3.2 回ぐらいデプロイ、1日にですね、1日に 3.2 回ぐらいデプロイしてて、これ平日換算だと 1.4 倍して5回弱ぐらいですかね。土日も普通にデプロイするので、気が取った時に開発してデプロイするので、こんな感じです。少人数でやってるプロダクトとしてはだいぶ多いんじゃないかなと思ってます。 あとですね、別の発表を聞いてて、クラス数が800とかそういう話を聞いたんですけど、今のところ餌の場合はクラス100個ぐらいでしたね。まだまだ小さいのかなと思ってます。あと、まあユーザー数の伸びなんですけど、これはウィークリーアクティブメンバーズっていう指標のグラフで、1週間の間に記事を書いたりとかコメントをしたりとか、何かしらのアクションをしたメンバーの数をトラッキングしてます。これ正確に記録開始したのが今年の3月ぐらいなんですけど、半年弱の間に2倍ぐらいになってて、おお、結構伸びてるなみたいなこと思ってます。最後にちょっと自分自身についての振り返りみたいなものをしてみたいと思います。5年前に就職活動を始めた時に、考えてたことなんですけど、身の回りを便利に面白くしたい、新しいものを面白いことに積極的に関わっていきたい、ユーザーと共に成長していけるようなアプリケーションシステムに携わりたいみたいなことを考えてて書いていて、割と自分でもなんかいいこと言ってんなみたいなことを思ったんで、ここで紹介しました。で、これに対しての振り返りをしたいと思います。なんかなんだかんだあって、割とそのスタート地点に近いところに来たなっていう思いがあるんですけど、たくさん試行錯誤したからこそ、なんかここに来れたみたいな、この場所に立っていられるみたいなことを思っていて、まあすごい大事だなっていう感じですね。なので皆さんに言いたいことは、どんどん試行錯誤しようと。これ半分ぐらい僕自身にも言い聞かせていることです。もう一個言いたいこと、自分のやりたいことをやって
それで生活できて、それで周りの人を幸せにできたら最高っていうことです。最高。試行錯誤を続けることで、これを続けていけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の方から質問ございましたら挙手でおっしゃってください。はあ、緊張した。まだ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 あ、ですね、フリープランのお話なんですけども、はい、作る予定ってしばらく前ですか？ああ、フリープランを今後作るかどうかですね。そうですね、そうですね、なんかオープンソースのコミュニティとか学割とかっていった形で、まあ、割引とか無料とかしようかなと考えています。サービス自体を無料化する、まあ、一人だったら無料とか、もしかしたらそういうやり方もあるかも分かってですね。はい、考えてはいます。はい、ぜひお願いします。フリープランのアップを我々使い続けて、はい、あと一個の機能が使いたかったら、この開発されみたいなことを多分我々を味方につけるってことになると思うんですよ。我々は願いでこれ使いたいから口にしてくれ。はい、はい、例えば、まあ、エヴァーノートみたいな感じで、基本無料で使えて、まあ、より多く画像をアップロードしたい場合はお金払ってねとか、そういうこともありますので、はい、検討します。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか？はい、します。どうも、ですね、トライアル期間が終了したらどうサービスっていうのがちょっと気になるんですけど、答えられればこれですよ。はい、ギータチームっていういいサービスがありまして。わかりました。はい。今日のお話ありがとうございました。太陽を使いたいと思ったときに、まあ、別のシステムで作成したドキュメントなどをこうする手段などは、サービスの方でいくつか用意されたりとかあるんでしょうか？あ、はい、既存のドキュメントを餌に移行する手段があるかってことですよね。API がありますので、それでスクリプトを書いていただければ移行できるという形になっております。一応なんかいくつかのサービスからの移行例をサンプルとしてドキュメントに載せております。他に質問ある方いらっしゃいますか？かわいい鳥とかブランディングとか、かわいい鳥とかどうやって決めたんでしょうか？そうですね、まあ、しょうもない話がありまして、まあ、鳥っていうものが初めて生まれた時に、なんかプラトの僕のブックマークバーに、まあ、ツイッターのアイコンとエゴサーチ用のリンクがあって、それの、まあ、名前がエサってなってて、まあ、なんかそこからふざけて、じゃあサービスの名前をエサにしようみたいな話になって、まあ、あとはそのままそのキャラクターが勝手に動いたみたいな形ですね。すいません、まあ、説明できないんですけど、それで大丈夫でしょうか？あ、テストをどれぐらいかかれているかっていう質問ですね。基本的にユニットテストをメインで書いていて、フューチャーテストはあまり書いてないっていうところが現実ですね。ユニットテストの方がカバレッジ 90% 以上は常に確保するようにしてます。あとはすごくドッグフーディングするので、
フューチャーテストが割と省略されることが多いです。以上です。他に質問、はい、失礼しました。はい、では、以上、福山の発表でした。ありがとうございました。ありがとうございました。